こんにちは。今回はこちらの14代本丸秘伝玉返しを紹介します。山形県は村山市高木酒造さんの醸すお酒です。このままスペックも紹介します。区分が特別本醸造酒になりますので、原材料は米と米麹と醸造アルコール、使用米が国産米というふうに記載がありますが、おそらく500万石ではないかというところですね。精米場合は 55%、 アルコール度数は15度というふうになっています。飲んだ感想を順番に報告します。まず香りは非常に穏やかですね。このぐいの実に鼻を近づけてもそれだけではちょっとわからないくらい、そういった感じですね。で、実際に口に含むと非常にこうフルーティー全開というところですよね。フルーティーの中でも、バナナですよね。もうこれはちょっと迷うことなく、すごいバナナ感だっていうふうに感じましたね。で、粘性は非常に高めの印象です。ねっとりしてるというと言い過ぎかもしれないんですが、はい、割とこうとろりとした感じですね。で、アルコール感は程よくといったところです。口の中でこうドライ感が広がるといったことはないんですけれども、喉を通した後のこう食道のこう熱気ですよね、じんわりと温まるような、そういったものは感じられましたね。で、味わい全般なんですけど、山形のお酒はよく芳醇うま口というふうに表現されることが多いかと思うんですけど、はい、こちらもそういった印象ですね。甘みがまず前面に出てきます。米のうまみ、甘みですよね。ただ、間もなく酸味がついてきますので、追っかけてきますので、すごい爽やかなんですよね。しつこくならないんですね。で、飲み上がりもキレがしっかりありますので、どれだけでもですね、無限に飲めるような、そんな印象です。いや、 やっぱりね、言うまでもないことなんですけど、最高峰の一つの銘柄かと思いますので、尋常じゃなく美味しいですよね。はい、本当はもう無限に飲んでいたいところでしたが、飲食店ということもあって1合で1500、600円もかかってしまいましたので、はい、無限には飲めませんでした。あとはおつまみと締めのおそばですね。祝日の日にね、昼間からいただいたんですけれども、非常にこういい経験をさせていただきました。東京は台東区御徒町にあります、こちらの和楽庵さんですね。帰りがけちょっとこう腹ごなしというか、酔い覚ましというか、ぶらりと歩いて帰ったんですけれども、小学校の敷地内に河津桜ですかね、もう花を開いてですね、春を感じさせてもらいました。本日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。また明日どうぞよろしくお願いいたします。